パンチャーは、イギリス海軍の護衛空母。その前身ウィラパは、アメリカ海軍の護衛空母。防具急行空母艦の一隻。ウィラパは、海事委人契約の元はシントン州タコマのシアトル。タコマ造船で1943年5月21日に寄港し、1943年11月8日に浸水する。1944年2月5日に、レンドリースポーに基づき、 イギリス海軍へ移管され、カナダ兵が乗り組んだ。艦はパンチャーと改名され、大西洋と地中海で航空機要員を除いてカナダ海軍によって運用された。パンチャーはスカパフローで本国艦隊に配属され、当初は訓練を担当した。その後1944年にノルウェー沖で雷撃を受けた姉妹艦の英母部に代わって攻撃。 戦団上空護衛任務に就く。部隊にはアメリカ海軍のシャムロックベイも所属し、パンチャーはムルマンスク、アルハンゲリスク航路での戦団の上空護衛を6回行った。攻撃任務ではドイツにより占領されたノルウェーの製鉄所などの工業施設、ナルビクのような港湾施設に対しての攻撃を行った。パンチャーに配属された航空隊はバラクーダライ撃機、 ファイアフライ戦闘爆撃機、アメリカ製のヘルキャット、アベンジャーなどを装備した。バラクーダはイギリス海軍が運用した航空機の中で最大の空母艦載機で、発艦にはロケットによる補助が必要であった。海軍本部は戦後カナダに独自の空母を保有させることを決定した。パンチャーとネーボブはカナダ海軍の兵員によって運用され、両艦の乗員は後のカナダ空母のために、 運用の知識を学んだ。カナダ海軍には、その後ウォリアー・マグニフィセント・ボナベンチャーが収益した。パンチャーは1946年2月16日に、バージニア州ノーフォークで退役し、同日アメリカ海軍に返還される。アメリカ海軍では、現役任務を行わず、1946年3月12日に除籍された。 最初1947年1月9日にニューヨーク市のウィリアム・ビー・セント・ジョンに売却され、その後2月4日にイギリスの会社に転売、商船に改装された。艦はムーンカスター・キャッスル・バーディック・ベン・ニービスと改名し、1973年に台湾で廃棄された。ありがとうございます。